シランジアプルイノーサはパイナップル科の植物の一つで、いわゆるエアープランツの一つ。壺型の中心部から伸びるうねる葉を持つ、大きなニセリン系を持つ双本。茎そのものは伸びず、植物体の中心になるニセリン系の部分はすべて葉匠が折り重なって形成されている。全体の高さは8から20センチメートル、葉の長さは20センチメートル以下で、葉芯の部分は 計2から4ミリメートルの丸い紐状になっていて、これが波状に湾曲しつつ巻いたりねじれたりと様々な姿を見せる。またその全体に開白色か茶褐色の輪辺を一面につける。幼少部は楕円型からほぼ円形の幅広い形で長さ2から4センチメートルあり、これが互いに重なり合って大きな偽輪形を形作る。なお開花時には全体が 赤紫色に色づく。家系は直立し、偽セリ系から過剰を抜き出させるが、家系の抜き出て見える部分は短く、または見えない。家系法は、卵形で先端が鋭く尖り、やや角質で、長さは20から26ミリメートルあり、開花時には桃色に染まる。過剰は、水上過剰で、単独に出るか、2から3個が手のひら状に出る。個々の水上過剰は、 長さ7センチメートル、幅4センチメートルで10から30の花が蜜につく。個々の花には柄がなく、花図とは竜骨状で長さ3センチメートル、表面に輪片を密生する。学片は皮心型から楕円型で、先端は鈍く尖り、長さ13から1 9トルで茶色、毛がない。花弁は線形で長さ3センチメートル、線形で、 先端は鋭く尖るか、鈍く尖り、墨で色をしている。オスシベは、花弁より高く抜き出る。果ては、長さ 55mm 以下、円柱型で先が尖る。テチランジアア族に含まれる。フロリダ南部から、キューバ、メキシコ南部から、エクアドル、ブラジル中部まで分布があり、標高 1500m まで見られる場所がある。エアプランツとして栽培される。 いわゆる銀葉種のツボ形に含まれるもので、比較的普及しており、小柄なツボ型種として人気が高い。葉のうねる姿と渋い色合いながら美しい、グラデーションを作るのが魅力とも言う。水を好むが、偽輪形に、水が溜まりやすく、よく風を通すことが求められる。以下、種として愛変、アイガヘンチョ、P336 カシマ P71、アイガヘンチョ、 P336 六鹿島 P71 ありがとうございます。